来て四国ゆえびそう我々のために海漁師舞台名手一その若でもそれと何かデザイン持ち君の大事な娘彼女は消えていない我々に手を貸せば我々ベルトヘビブロー誰ですかよくやるベルト無事君と会い両親デザインヘビも急いで行くんだこれはヘビもこのシステム報告敵拒否回収完了システム復帰ブロンチ行動中目標ロックオン全武装展開装備回収完了ゼーレブローニャは必ずゼーレを助けますここは話すわらわゼーレ何時に危害を加えるつもりはないじゃが見かけよくを頼むゼーレは何も知らないです子はここの者たちすまぬ一緒に行こうここ建物ここ何が知らないプロニャー隊員でも少し何あの人ここはゼレプロ松だとりあえず桜市も警備私見張りを機構が気づかれこの程度怖くなんてないよ了解しましたゼーレ了解しました艦長ゼーレをどこに連れて行く気ですかゼーレ目的地に向かっていますゼーレ気づかれてはないようじゃなはいあらそこのせだからゼーレみんなと一緒に戦うデータ室はこのどうす方法さくら逃げたなく強固ゼーレが倒します成婚か。成婚のことを知っているんですか？すまぬ、少し驚いただけじゃ。心配するな。汝は良い力を持っておる。汝は悪いことなど何一つしていない。ここに閉じ込められるいわれもないのじゃ。成婚に気づいた時、彼女相当驚いてた。面白いわね。着いたぞ。今各エリアの人の移動記録を調べておる。少し時間がかかるようじゃ。ここでしばし待とう。外の世界は危険でいっぱい。こんなにデータがある。だから第10費用託戦求人反対新人申請。もうさくらならこの説ぜおしんだ。こんな費用だからこの子はそうい。ここはブローニャかんだくつれいやぜ費用外はきつわらこのさりだから結果がさ目的地に向かっています。ゼーレまずい。厄介だよ。さくら、やめるんだ。失われたデザイアジムを探すため、ハイペリオン一行は転送装置開眼の目を使い漁師の海へと入ろうとした。しかし作戦決行前夜、アインシュタインが何者かに襲われ行方不明となってしまう。デザイアジムを取り戻すためブローニャは転送門が閉じる直前、単身で漁師の海へと飛び込む。彼女と共に戦っていたテレサたちは混乱の収まらない開眼城に残され、今なお戦い続けていた。落ち着くろかいろさ私そいくあたことブローニャ。あたくしが制約のやブロー冗談。もう一度私の見立てが間違い。嘘つき。ブローニャは信じて。はい、私たちは違う。地獄に落ちるがいいわ。地獄？今地獄へと向かっているが誰だろうな。テレサ、私同じロザリア、お母様。かか君ヨルモンガム。やつら大変。ちょっとわかる。助けてあげましょうか。やるにおまれなさい。ちはまロザロイヤーけれどなおなすき落ち着きなす。準備はできたか。地獄は今始まったばかりだ。ロサリア逃げて。この世の中ここはどうやら襲撃。やった誰かそこにいるのか。そうなのです。あこの数君のこと私コンタここあなただ。それは何をしてもそれデザ漁師の歩き。この話は